ワシントン焼き打ちは、米英戦争終盤の1814年8月、イギリス軍がアメリカ合衆国の首都ワシントン d c を攻撃したものである。8月24日のブラーデンスバーグの戦いで、イギリス軍が勝利した後、ロバートロス少将が指揮する軍隊が、ワシントン、イギリス軍指揮官は公的な建物のみを焼くように、明治、軍隊内の規律を厳しく保たせたことで、 民間の建造物は保護されることになった。アメリカ合衆国の歴史を通じて、ホワイトハウスやワシントン DC を焼いた国はイギリスのみであり、アメリカ独立戦争以降、外国の軍隊がアメリカ合衆国の首都を占領した唯一の例となった。1814年4月、ナポレオン・ボナパルトの敗北と追放に続いて、イギリスはアメリカ合衆国との戦争に次ぎ込む兵士と艦船を、 集めることが可能になった。イギリスの陸軍、植民地大臣バサースト白尺はバミューダ諸島に軍隊を派遣した。米英戦争を通じて、そこからアメリカ海岸を封鎖したり、海岸の島を占領したりしていた。当初はアメリカ合衆国政府がカナダに対して、作戦展開するのを止めさせるために、これらの軍隊を使うつもりだった。1814年初期、 海軍中将、アレクサンダー・コクラン卿が、イギリス海軍の北アメリカ、西インド艦隊の総司令官に指名されていた。コクランはすでに、バージニア州やニューオーリンズに攻撃をかけることで、アメリカ合衆国に対する戦争遂行の作戦を持っていた。海軍中将、ジョージ・コックバーンが前年から、チェサピーク湾の船体を指揮していた。6月25日、コックバーンはコクランに当てて、 手紙を書き、その地域の防衛力が弱く、主要都市のいくつかは攻撃に対する体制がないと強調していた。コクランはボルチモア、ワシントン及びフィラデルフィアに対する攻撃を提案した。7月17日、コックバーンはワシントンが比較的攻撃も容易であり、大きな政治的効果が生まれる、可能性があるので、ワシントンを標的にすることを推奨した。 イギリス軍がアメリカ合衆国の町や都市を攻撃する動機として、その年5月にアメリカ軍がエリー湖北岸の民間資産を理不尽に破壊したことに対する報復という意味合いもあった。その最たるものがポートドーバーに対する襲撃だった。1814年6月2日、カナダの軍政府長官ジョージ・プレボスト卿が バミューダのベイリーズベイにいた海軍本部のコクランに宛てて手紙を書き、アメリカが非戦闘員の市民と民間資産に対して略奪行為を行ったことに対する報復を要求した。当時そのような行為は戦時国際法に違反すると考えられていた。7月18日、コクランはコックバーンに対し敵が同様な暴虐を繰り返すことを阻止し、攻撃できると、 判断できる街や地区を破壊し、荒らすよう求められ指示されると告げる命令を発した。コクランは、アメリカ合衆国の武装していない住人の生命は、単に見逃すことになるとも伝えていた。ワシントン市占領、ポールド・ラパン・イコールソによる、イングランドの歴史の版画ロバート・ロス少将が指揮する2500名の、部隊が、戦列艦 HMS、ロイヤル・オーク、3隻のフリゲート艦。 三隻のスループ艦、その他十隻の船舶でバミューダに到着した。イギリス海軍と陸軍の合同部隊はパタクセント川を遡り、川の南岸にあり見張り、拠点と民兵の兵舎に使われていたプランテーションザ・プレーンズからメリーランド州の民兵を排除した。このザ・プレーンズでのイギリス海軍と陸軍の合同部隊の行動は八百十四年八月十九日に 予定されるイギリス軍上陸に対してメリーランド州の民兵による抵抗を無力化する動きの一部だった。イギリス軍士官が上陸して民間資産を破壊すると脅した。その脅迫が功を奏して地元メリーランド州民兵が侵略に対抗するのをためらわせることになった。メリーランド州民兵が退却した農園はおそらくチェスリーの給料だった。すでに コックバーンとロスの指揮下にあったイギリス海兵隊は、アメリカの抵抗を無力化した後、8月19日にメリーランド州ベネディクトで上陸した。その部隊は8月24日のブラーデンスバーグの戦いで、アメリカ海軍のチェサピーク1戦隊、アメリカ海兵隊の文献隊及び経験のない民兵隊を改装させた。 この戦闘の直後にイギリス軍はキャピトルヒルまで前衛部隊を派遣した。ロス少将は条件を整えるために急戦の旗の下に部隊を派遣したが、メリーランドアベニュー、コンスティチューションアベニュー、二番通り北東の角にある家屋からゲリラの攻撃を受けた。これはイギリス軍が市内で遭遇した唯一の抵抗だった。その家屋が燃やされ、イギリス軍は ワシントン市の上にユニオンフラッグを掲げた。アメリカ合衆国上院と会員を収容する建物、すなわちアメリカ合衆国議会議事堂は、中央のロタンダの建設がまだ始まっていなかった。ここに火がつけられた。議会図書館のある建物内部が破壊されたが、壁が厚く、ハリケーンがもたらした滝のような雨が降ったために、後にトマス・ジェファーソンは、 議会図書館の増書を補うために6000巻以上の資蔵図書を政府に販売した。ジェームズ・マディソン大統領と政府の軍関係閣僚はイギリス軍の攻撃の後で市内から逃亡した。その夜はモンゴメリー軍の小さな町ブルックビルで隠れ家を見つけた。そこがアメリカ合衆国についた知事と呼ばれるようになった。ジェームズ・マディソン大統領は ブルックビルに住み働くクエーカー教徒、ケーレブ・ベントリーの家でその夜を過ごした。ベントリーの家は、マディソンの家屋と呼ばれ、現在も建っている。1814年8月24日焼き打ち後のホワイトハウス廃墟ジョージ漫画による水彩画ホワイトハウスくらい焼き打ち後のアメリカ合衆国議会議事堂。水彩画を修復イギリス軍は、 ペンシルベニアアベニューを北西に曲がってホワイトハウスに向かった。アメリカ政府の役人が逃げ出した後、ファーストレディのドリー・マディソンが後の残って奴隷たちとスタッフをまとめイギリス軍から価値ある品を救おうとした。そのような振る舞いは新聞が粉飾したとしても彼女の人気を増すことになった。ジェームズ・マディソンの個人的な重木で奴隷のポール・ジェニングスはこの時15歳で 現場の証人になった。後に未亡人のドリー・マディソンから自由を買った後、1865年に自伝を出版した。最初の場面はホワイトハウスの次のような記述である。すでに印刷物でしばしば言われているが、マディソン夫人はホワイトハウスを脱出するときにワシントンの肖像画を額縁から切り取って持ち出したとされている。しかし彼女にそんな時間はなかった。 その絵を下ろすには、はしごが必要だったろう。彼女が持ち出したのはハンドバッグに入れた銀器であり、イギリス軍は、すぐそこまで来ていると考えられ、いつ入ってきてもおかしくない状態だった。ジェニングスは、その絵を救って持ち出した人々について、次のように語っている。ジョンスセト大統領の庭島黒がその絵を下ろして、荷車に積み、大きな銀の壺など急いで持ち出すことのできた。 貴重品を積んだ。イギリス軍がまさに到着した時、彼らは私が大統領のパーティーのために準備していた食事を平らげ、ワインを飲んだ。イギリス兵は大統領の家を燃やし、翌日まで燃え続けるよう、その夜に燃料を加えた。煙がボルチモアやパタクセント川でも見えたと報告されている2009年、バラク・オーバマ大統領が、 ホワイトハウスのギルバート・スチュアートの絵画など貴重品を救ったとされる奴隷の代表としてジェニングスを称える儀式を開いた。ジェニングスの多くの子孫がワシントンに来てホワイトハウスを訪問した。貴重な時間を使ってその先祖が救った絵画を眺めることができた。ナショナルパブリック、ラジオとのインタビューでジェニングスの三代目の子孫ヒュー・アレクサンダーは我々は絵画の前に 家族の肖像画を持ってくることができた。それは私にとっては一番のポイントであると語った。彼は、ジェニングスが後年に、未亡人のドリー・マディソンから自由を買ったことを確認した。ジョージ・コックバーン海軍中将、背景は燃えるワシントン市、ホワイトハウスを破壊した次の日、コックバーン海軍中将は、ワシントン市の新聞、ナショナル・インテリゲンサーの建物を燃やすつもりでその中に、 入った。しかし、そこを燃やせば、近くの家まで延焼すると恐れた数人の女性が、そうしないよう説得した。コックバーンは、新聞社の記者が自分のことを否定的に書き、悪巻と決めつけていたので、新聞社を破壊したいと思った。コックバーンはその建物、奴らが私の名前をいたずらすることのないよう活字の C を全て破壊させた。 イギリス軍はアメリカ合衆国財務省など公的な建物も燃やした。初代アメリカ特許庁ビルはアメリカ合衆国議会議事堂の建築家であり、当時は特許の監督官だったウィリアム・ソントンの努力で救われた。ソントンはそれを保存するためにイギリス軍の協力を獲得できた。この恐ろしい攻撃の煙が晴れた時、ワシントンで無傷のまま残っていた政府の建物は、 特許庁だけだった。アメリカ人はトーマス・ジェファーソンが設立した歴史あるワシントン海軍交渉から物資や弾薬を取られないように自らその大半を燃やしていた。さらに完成が近かった大砲44門のフリーゲートカミアセス・コロンビアや大砲18門のアセス・ワーガスも燃やしていた。海軍交渉のラトローブゲート、弊社 A と B は破壊を免れた。 アメリカ海兵隊の兵舎と指揮官宿舎も破壊を免れた。海兵隊の伝説では、ブラーデンスバーグの戦いでの海兵隊の行動に対するイギリス軍の尊敬の念による破壊免除だったとされている。8月25日午後、ロス少将はグリーンリーフのポイントにある砦を確保するために200名の兵士を派遣した。この砦はマクネア砦と呼ばれ、すでに アメリカ兵が破壊していたが、150樽の火薬が残っていた。イギリス兵がそれらの樽を井戸に落として破壊しようとしている時に火薬が引火した。この爆発で30名ほどが死に、他にも多くが重傷を負った。攻撃が始まってから1日経っていない時に、突然の雷雨が火事の大半を消した。竜巻も一つ起こって、首都の中心を通過し、 大砲2門を持ち上げ、数ヤード向こうに落としたので、イギリス兵やアメリカ市民を殺した。この嵐によって、イギリス兵をその船に戻らせたが、船の多くも損傷を受けていた。ワシントンの占領はわずか26時間のことだった。イギリス海軍は、この攻撃の間に、1名が戦死し、6名が負傷したと報告したが、その戦死者と負傷者3名は、植民地海兵隊のものだった。 ロスの部隊がワシントンを去っている間に別のイギリス軍部隊がポトマック川の南岸にあるバージニア州アレクサンドリアを占領した。アレクサンドリア市長はイギリス軍と取引して街を燃やされないように計らった。マディソン大統領は9月1日にワシントンに戻り、その日に市民に対してコロンビア特別区を守るよう宣言を発した。アメリカ合衆国議会が戻って、 9月19日に特別会期を招集した。議事堂やその他政府の建物が破壊されていたので、最初は郵便特許庁ビルで集まることになった。当時のアメリカ人観察者、特に反戦の連邦統計新聞が無用な野蛮行為として公的建築物の破壊を非難した。イギリス大衆の多くはワシントンの議事堂やその他政府の建物を燃やしたことで衝撃を受けた。 そのような行動をヨーロッパ大陸の指導者の多くが非難した。ジ・アニュアルレジスターによれば、焼き打ちがイギリスの品位に重い批判をもたらしたのであり、反体制議員、サミュエル・ホワイト・ブレットなど議員にいくらかが批判する側に回った。イギリス世論の大半は、この焼き打ちがアメリカ合衆国の軍隊がカナダで行った略奪の後だけに正当化されると考えた。 さらにアメリカ合衆国は侵略者であり、宣戦線布告し、戦争を始めたとも言っていた。評論家は1813年初期にアッパーカナダ植民地の首都ヨークでアメリカ軍が議会の建物など公的建造物を破壊したことへの報復としてワシントンに与えた損傷を見ていた。ジョージ・プレボスト卿はまさに返礼として誇るべきワシントンの首都が 同じような運命を経験したと記していた。ヨークの牧師だったジョン・ストラチャン牧師はそこでのアメリカ軍の行動を目撃しており、トーマス・ジェファーソンに宛てて、ワシントンの損傷がカナダにおけるアメリカ軍によって行われた公的な建物だけでなく、民間の資産まで焼き打ち、損壊したことへの救済が拒否された後では、小さな報復であると書き送った。イギリス軍が、 最終的にバミューダに戻った時、公的建物の一つで見つけた国王ジョージ3世と、その妻、シャーロット・ソフィア王妃の肖像画2枚を持ち帰っていた。この時から、バミューダ議会にその肖像画が飾られることになった。南北戦争の間に監獄として使われた昔の、レンガ作り議事堂、ホワイトハウスと、議会議事堂の厚い砂岩の壁は、煙と炎の跡がついただけで、生き残った。 議会の中では特に北部州の議員がメイソン・ディクソン1000の北側の都市に首都を移そうという動きが起こった。フィラデルフィアがすぐに暫定首都となるべく声を上げ、またジョージタウンでは市長のトマス・コーコランがジョージタウン大学を一時的な議会の開催場所として提案した。最終的に首都を移す法案は議会で否決されワシントンが首都のままとなった。 ワシントンの事業家は将来に首都を移転させる圧力が出てくることを恐れ、古いレンガ作り議事堂の建設費を手当てし、議事堂が1815年から1819年まで建設されている間は、そこで議会が開催された。マディソン大統領はその残り期間にオクタゴンハウスを住居とした。ホワイトハウスの再建は1815年初期に始まり、 ジェームズ・モンロー大統領が1817年に就任した時に完成した。これから207年後の2021年1月6日、共和党から2020年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬したが、落選した第45代大統領のドナルド・トランプの支持者らが議事堂を選挙した。議事堂が攻撃受けるのはのはこれに続いて2度目であり、 トランプ大統領は事件を先導したとして弾劾裁判を受けたが無罪判決を受けた。なお、トランプ大統領はアメリカ史上初の2回弾劾裁判を受けた大統領である。ありがとうございます。